オートマチックリボルバーとは回転式拳銃のうち射撃時のエネルギーを用いてハンマー及びシリンダーを動作させるものを指す分類である。一般的なリボルバーではシングルアクションとダブルアクションのいずれの方式でもこれらの部品は射撃のどに手動で動作させる必要がある。純粋な半自動式を実現したリボルバーの例は稀である。また、 自動廃車や機構を備えた中折れ式リボルバーを指して、この子が使われることもある。一般的なリボルバーは、手動式の下記で、ハンマーをコッキングすることでシリンダーを回転させる、シングルアクション、あるいはトリガーを引く力で、シリンダーの回転とハンマーのコッキングを行う、ダブルアクションの2方式に対別できる。前者は、射撃ごとにコッキングを行う必要があり、 また後者は射撃と同時に、コッキングも行われるものの、トリガープルが重くなり、射撃精度に悪影響を及ぼすという欠点がある。オートマチックリボルバーの根底にあるアイデアは、ハンマーのコッキングとシリンダーの回転という二つの動作を自動化することで、シングルアクションのように引き金が軽く、かつダブルアクションのようにコッキングせず続けて射撃することが可能という、 二つの方式の長所を兼ね備えたリボルバーを実現するというものである。多くの場合、自動化は前後に往復動作するスライドをフレーム上部に設けることで実現され、これは典型的な半自動式拳銃の仕組みとよく似ている。1841年、イギリスの特許代理人、モーゼスプールがオートマチックリボルバーに関する特許を受け取った記録が残されているが、 考案者の身元は不明である。また、1854年には、イギリスの特許代理人、ウィリアム・エドワード・ニュートンが、アメリカ人のマーションと、ホーリングスワースから別のオートマチックリボルバーに関する特許を受け取っている。これら二つの設計は、どちらも全枚仕掛けを利用して、半自動動作を実現していた。1895年に設計されたウェブリー・フォスベリー。 オートマチックリボルバーは商業的な販売が行われ、また広く存在が知られた最初のオートマチックリボルバーとなった。ありがとうございます。